拍手でお迎えください。タマタンの登場です。さあ、千田から登場します。さあ、タマタンが今みんなに手を振りながら、あ、かわいいですね。はい、皆さんにご挨拶しながら、ちょっともじもじしながら今ステージの方に登場していただきました。さあ、6月2日にお誕生日を迎えましたタマタンをお祝いするために、今日はこんなにたくさんのお客様が集まってくれました。本当に嬉しいですね。さあ、それではタマタンのご紹介を早速お願いします。皆さん、こんにちは。今日はタマタンのお誕生日会ということで、たくさんの方にお集まりいただいて本当にありがとうございます。タマタンもとっても喜んでいます。6月2日にタマタンはお誕生日を迎えました。さて、皆さん、なんでタマタンの誕生日が6月2日なのか知っていますか？タマタンの頭をよーく見てみてください。何のお花に見えますか？ありがとうございます。そうです、タマタンはバラの妖精なので、頭がバラのお花の形をしています。バラを英語で言うとローズ、ローズにちなんで6月2日がタマタンのお誕生日になっています。皆さん、よく覚えておいてください。なるほど、ローズにちなんで6月2日なんですね。お姉さん、ちなみにタマタンは何歳になったんですか？タマタンは妖精なので年齢はありません。なので、何度お誕生日を迎えてもタマタンは年を取らないんです。羨ましいですね。いや、それ心から羨ましい。そっか、妖精だから年を取らないんですね。なるほど、皆さん覚えていただけましたか？さあ、それではですね、今日はたくさんのお友達がタマタンおめでとうということで、この玉村塾に駆けつけてくださっていますので、順番に今からご紹介させていただきたいと思います。さあ、トップバッターはゆるキャラグランプリ2014で1位に輝きまして、今はあちこちで引っ張りだこ、もう誰もが知っている群馬県の人気者、ぐんまちゃんです。どうぞ。はい、ぐんまちゃん、拍手でお迎えください。ぐんまちゃんが元気よく登場してくださいました。はい、ぐんまちゃんもおなじみですね、すっかり。では、ぐんまちゃんのご紹介をお願いします。皆さん、こんにちは。群馬県のマスコット、ぐんまちゃんです。今日は仲良しのたまたんのお誕生日会に呼んでもらって本当にありがとうございます。ぐんまちゃんは、ちなみに平成6年に誕生しておりまして、今年で誕生から22年となります。ただ、年齢はたまたんと一緒で永遠の7歳です。今日は、ぐんまちゃんがたまたんにバースデーカードを作ってきましたので、プレゼントしたいと思います。ぐんまちゃん、渡してね。バースデーカード贈呈です。たまたん、お誕生日おめでとう。これからも仲良くしてね。いや、とっても可愛いバースデーカード持ってきてくれたんですね。ぐんまちゃん、ありがとう。そして22年ということですからね、あのゆるキャラとしては大先輩ですね。はい、ぐんまちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きましては、玉村町のお隣前橋市からコロトンの登場です。さあ、コロトンが今登場しました。右手ご注目ください。皆さん、大きいですね、コロトン。さあ、今ゆっくりゆっくりステージの方に歩いてきてくれました、コロトン。皆さん、大きいからよく見えますよね。さあ、コロトン丸々していてとっても可愛い。さあ、それではコロトンのご紹介も、今熱い抱擁、はい、ね、タマタンと熱いね抱擁ハグをしておりますが、では早速コロトンのご紹介もお願いいたします。はい、会場にお越しの皆さん、こんにちは。だいぶね、たくさんの方がいらしてくれてますね。さあ、そして今日はタマタンのお誕生日、お招きありがとうございます。そしてタマタン、お誕生日おめでとう。こんなに楽しい
しい。そしてこんなに大勢の方がお集まりのお誕生会に呼んでもらって、コルトもとっても喜んでいます。そして今日タマタンに素敵なバースデーカードプレゼントを持ってきました。はい、コルトね、ちょっと渡せないからね、代わりにお姉さんからの贈呈となります。わあ、こっちもかわいい。で、あの可愛いイラスト入りの心を込めてコロトンが作りました。じゃあコロトン、もう一つね、誕生日プレゼントがあるんだよね。タマタンのお誕生日が6月2日ということで、今日はね、特別にコロトンがジャンプをしてお祝いの気持ちを見せたいと思います。でも62回はどうしても難しいので、6+2=8、8回ジャンプをしたいと思います。コロトン、準備はいいかな？はい、じゃあやってみようか。さあ皆さん、シャッターチャンスですよ。はい、せーの、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回。あー、できましたね。皆さん、カメラにも収めていただけましたでしょうか。コロトン、久しぶりのジャンプだったけど、どう、疲れた？ね、ちょっとコロトン痩せたような気がするんですけども、コロトンね、ウエストが実は5メートルあるんですけども、まあ、今ので4メートル95センチぐらいになったんじゃないかなと思いますけどもね。本当コロトンもお疲れ様でした。たまたん喜んでもらえましたか？ではですね、最後に前橋市でこれからの季節におすすめのイベントのご紹介です。本日6月5日日曜日から26日日曜日までは、赤城山新緑&ツツジウィークを開催します。関東でも指折りのツツジの名所、赤城山新緑が芽吹き、蓮華ツツジが咲き誇る初夏の山頂舞台にした楽しいイベントやお得な企画などが盛りだくさんです。ぜひお出かけください。それからもう一つあります。前橋市の三大祭りの一つ、七夕祭りなんですが、こちら7月7日木曜日から10日日曜日の開催となります。北関東最大級の七夕祭りとして、毎年県内外からたくさんの方が訪れています。アーケードの飾りや竹飾りなど、多くの七夕飾りのほか、浴衣関連のイベントなども行われ、夜遅くまでお楽しみいただけます。コロトンももちろんね、七夕にも登場いたします。ここにね、いらっしゃるみんなにも遊びに来てほしいよね、コロトン。一生懸命ここで来てコロって言ってますね。はい、コロトンも待ってますので、次回は前橋市で皆さんお会いいたしましょう。以上、群馬県前橋市のコロトンでした。この後も楽しんでってください。はい、コロトン、ありがとう。とってもね、貴重なジャンプをね、8回もお祝いの気持ちを込めて見せてくれました。コロトン、どうもありがとね。さあ、では続きまして、こちらも玉村町のお隣、伊勢崎市からモジャローです。はい、モジャロー、どうぞ。さあ、モジャローの登場です。皆さん、右手の方ご注目くださいね。モジャローが登場してくれました。伊勢崎もんじゃイメージキャラクターのモジャローは、群馬県伊勢崎市のソウルフード伊勢崎もんじゃと、伊勢崎市を PR するために生まれたもんじゃのキャラクターです。伊勢崎もんじゃは何といっても甘辛味なんですね。昔懐かしい具の少ないチープなもんじゃに、甘味や辛味など伊勢崎独自の味付けをした、昔から地域に伝わっている伊勢崎っ子ならではのソウルフードなんです。さあ、ほじゃろくん、さあそれではたまたんと今、さあスキンシップ測ってくれてますね。で、おめでとうって言って、あ、今ね、ハグしてくれました。ぜひ皆さん、もじゃろうね、皆さん覚えてくださいね。はい、もじゃろう、どうもありがとう。
さ伊勢崎っ子のソウルフードのね、伊勢崎もんじゃイメージキャラクターもじゃろうでした。では続きまして、今度は上毛新聞社からピルルンです。はい、ピルルンどうぞ。さあ皆さん右手ご注目ください。今手を振って登場してくれました。なんか色紙持ってますね。ピルルンは2011年4月上毛新聞の子供向け新聞週刊風っ子のキャラクターとして誕生しました。ずっと10歳の男の子です。チャームポイントはクリッとした目と風になびく髪、そしていつも笑顔なところです。好奇心が旺盛で、群馬県内の楽しいところに遊びに行ったり、工場や博物館などを探検するのが大好きなんだそうです。ピルルンが訪れたところは、毎週日曜日に発行している子ども向け新聞週刊風っ子で紹介しています。これからも皆さん応援してくださいね。ピルルンでした。はい、ピルルンどうもありがとう。はい、ピルルンね、とてもスポーティーな感じですね。そしてさっき色紙を持ってたけど、もらったんだね。たまたんかわいい色紙もらってよかったね。あ、ちゃんと写真も貼ってある、かわいいですね。はい、みんなからね、いっぱいプレゼントもらっています。さあでは続きまして、皆さん、続いてはゆるキャラグランプリ2015で第3位に輝きまして、ファンの人もとっても多い人気者です。たまたんもこの子に会うのをずっと楽しみにしていました。埼玉県深谷市からふっかちゃんです。はい、ふっかちゃんどうぞ。さあ歓声が大きくなっています。ふっかちゃんが今ゆっくりゆっくり、さあたまたんのもとに到着。たまたんが今、ね、会えて嬉しいということで、お互いに今ハグしていますが、ね、ふっかちゃん埼玉県深谷市 のネギがね、頭に乗ってますね。さあたまたんと、そしてふっかちゃん、ね、この子に会うのをずっとたまたん楽しみにしていました。感激の、ね、初めての出会い、まさに夢の共演といった感じで、今たまたんとふっかちゃんがね、友情温め合っています。はい、ふっかちゃんありがとう。ふっかちゃんでした。ではふっかちゃんもステージの方にどうぞ。あ、はい、皆さんこんにちは。埼玉県深谷市から参りました、深谷市のイメージキャラクターふっかちゃんと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんふっかちゃんはご存知ですか？あ、もう結構みんな知ってるみたいなので、今日は自己紹介はちょっとやめときます。痛いです。じゃあちょっと危ないから、ちょっとふっかちゃんこれ撤収します。じゃあすいません、じゃあちょっとだけしてほしいかな。はい、じゃあ簡単に自己紹介させていただきます。ふっかちゃんはまずこの一番特徴的なのが、しなやかで豪快な深谷ネギの角ですね。はい、深谷市はネギの生産出荷量が全国1位となっています。そして胸にあるこの赤いボタン、これはチューリップになってます。チューリップも生産全国第2位になっています。深谷は野菜とお花の生産がとても盛んな市になっています。はい、それでは、今日はたまたんにこのバースデーカードを持ってきたので、これをちょっとお渡ししたいと思います。じゃあふっかちゃんこれ渡せるかな。はい、たまたんお誕生日おめでとうございます。ふっかちゃんからバースデーカードの贈呈です。たまたんよかったね。で、一つちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、FM ナック5で毎週月曜日にモナカという番組があるんですけど、そこでも10時42分から5分間ふっかちゃんと一緒に深谷の情報をお知らせする番組をやっていますので、玉村でもナック5聞けると思うので、どうぞ皆さん聞いてみてください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、ふっかちゃんどうもありがとう。じゃあみんなのところにね、進んでね。はい、ふっかちゃんからも素敵なバースデーカードもらっちゃいました。もたまたんとっても感激ですね。さあ今日はね、これだけいっぱいのお友達がたまたんおめでとうっていうことで駆けつけてくれました。そして皆さん、誕生会といえばやっぱり忘れてはいけないのがバースデーケーキですよね。さあこのバースデーケーキ、今日はとっても素敵なバースデーケーキが届いておりますので、ではバースデーケーキお願いします。